はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロ2018サクセス五稜郭でやっていきたいと思います。一応アップデ後になります。で、まあ、基本はね、かつみちゃんをマネージャーにしていちごちゃんを追ってっていう基本軸で、あと誰をね追っていけば効率いいのかっていうところになるんですけれども、あの俺監督からね一回も金徳もらったことないんで、ちょっと今回はね監督を追ってみたいと思います。練習はね最初はうろつきとか全く関係ないんで、監督がいるところで監督評価を上げていきましょう。いるかな、いない、どうしようか。一等の評価とかもな、一等はね途中まではね追ってってもいいと思うんですよね。ミート骨が手に入るんで、あと最初の方でなんかアイテムも手に入るんで、まあ、それ要因ですね。で、はつみちゃん最優先で、マップんー、なんもないね。教室行くか。教室でなんかアイテムもらえるんだよね、救急箱で。ここはどうする、コツを教えてもらう。アベレージヒッターもらえるし、はつみちゃんいいね。精神にいるのは助かる。で、遊園地もない、商店街もない、ないないないってなってるから、まあ、監督のとこ行くか。1万5000円あるね。アイテムはねやっぱりね、恋愛成就は欲しいよね。で、30はさすがに死んじゃうから、精神だけ見て何にもなければ回復。もう1年目はねマジで下積みなんで、おー何にもない、本当に何にもない。教室また行くか。これ何にもないのがいっぱいあるかね。あ、やった、アイテムゲットした。柔らかい癒しタオル、運がね結構必要ですね。あとガンダーがね何持ってきてくれるかっていうのもねすげえ重要なんで、極み系のねアイテムをねなんか複数持ってきてくれる時もあるけど、全然持ってきてくれない時もあると。焼肉屋開けとく、体力上限上がるからね、バイトすれば。とりあえずバイトの申し込みだけしとこう。で、監督から金徳をもらうためにはまず俺をスカウトした理由にして、で、あとはなんかまたぞうさんだっけ、あれのねノートを進めていかなきゃいけないんだけど、まあそれはまたちょっと後なんで。で、榎本ちゃんは切りますね。どうする、もう一回言っとくよ。グランドやることないしね。で、ここはキャッチボールの相手にして、呼吸のコツをつかんでおきます。で、精神だけ見て何にもないんで回復と。カンダーが出てこないね。あ、出てきた出てきた。ガンダーが出てきたんだけど、商店街が出てきてないからドッグフードがないんだよね。シルバーカード、いきなりシルバーカードくれたな。シルバーカードってどうなの、割とちょいちょい手に入るからね。ここ何がいいんだろう。体力あるから練習しとく。体力最大値が上がるのか。俺結構帰ってるんだよね。怪我しにくさのコツがもらえるんで。で、ここはアイテムがもらえるんで注意するにしておきましょう。パワードリンクですね。商店街が来ないね。物質はな、大して意味ないからね。あの名前忘れちゃった、エルフ。この高校だとあいつほとんど意味ないからね。これ寝よう、もう10歩あるから。行動力も回復させるという意味で寝ておこう。展望タワー行きますか、やることないから。で、ここでねグッズを買う。そうそう、なんか買うんすよ。銅の新流石、銅って効果どうなのみたいな。トルマリンリングとかもね買える時があるんですけど、まあこれはランダムなんでしょうがないですね。これほんとやることないな。一等の評価で負けとく。一等のね
ね、金徳はね、結構ランダム要素がすげえ関わってくるんで、狙っては無理なんですよね。走塁極秘資料か、まあ、これは全部売ります。こいつマジで意味ないけど一応入れとこう。イベントをね圧迫するってわけではないと思うんで、入れておく分には別にいいと思います。でここはどうしよう、一等と話す。いやー、やることないねー。校内うろつこう、ブラブラする。うまくいけばなんかいいやつだか世渡り上手だかわかんないけど手に入るみたい。パンを進めよう。センスが上がる。でまた評価上げに勤しむんだけど、まあ監督かな。監督はねそんなに気にしなくても大丈夫だけど、これマネージャー逃がしとこう。厚美ちゃんの評価を上げる。うおー、なんか遊園地があるね。遊園地のバイトを開いておきますか。だからこのうろつきがねすげえ重要なんで、あこれねやめておくがよかったんだよね多分。連打しちゃったけど、まあの子はちょっと追わないんで。67か、一回精神やっとく。ヤビくんがいるし。商店街にガンダーがいるね。これはまあ商店街だね。メンタル金だな。金にしかならないから。はつみちゃん、はつみちゃんが割とメンタルにいるね。展望タワーで進めていくか、遊園地で金を稼ぐか、どうしようかな。まあちょっと一回展望タワー行くか。俺も気晴らししたい。これチャンスのコツがもらえますね。プロになりたい。これはもうあんまりチェックしてないんだけど、まあその選択肢しかないからね。で、ハンバーガーショップだな。犬を追ってこう。なんもないからな今のところ。指南書とかそういうのしかくんないな。シルバーカードくれたけどね最初で。全然試合に出れないんで、これもカットですね。サクサクサクっと進めていきましょう。一応勝ったな。まあ、だからなんだっていう感じだけど、本当に選ばれないと出番がないからね。あ、商店街がある。商店街行きましょう。で一番最初はスタンプラリーの、ペットショップ。これでドッグフードが手に入ります。あとね骨をどうするかなんだよね。これでもねやっといた方がいいんだよね、なんとなくだけど。で寝よう。はつみちゃんがいるけど行動力もないんで寝ておきましょう。あ、ただアップデートでね、うん全然寝れなかったみたいなのがすげえ減ったんで、それはいいと思います。教室行く？行くとこない。音楽室にかけよう。おお、アルマグッズ買いか。いらん。まあ、一応そう勝負しよう。でカノンちゃんはね1年目になんかクリスマスを過ごすっていう意味ではいいかもしんないですね。評価上げといて割とねポンポンポンと評価が上がっていくんで。榎本ちゃんはねもう完全に切りますね。サンパーとかかーい。行動力ちょっと行動力を回復させるっていう意味で寝よう。マップ、なんもないね。なんもないって。また監督、せめて監督がいてくれるだけまあマシか。はつみちゃんいな、いる。サンパ大丈夫っしょ。マネージャーレベル4。
焼肉屋でバイトができる。ただここはちょっといろいろと減ってるんで、自分の部屋に行って体力と行動力がね回復するんで、これカレーライスでしょ。いつも適当一番上にしてる。ただそれだけで、早く病院に行ってもらって、アルマグーです。もうまずはね、初美ちゃんのレベルをね10にして、行動力回復プラスみたいな、あれやるとほんと全然違うんで、行くとこない、行くとこないからまた教室行く。よくわかんない。今度美術室。ダメだ、何にもなかった。はつみちゃん、はつみちゃんだね。河川敷、はつみちゃんはねイベント進めていってもね、まあいいっちゃいいんだよね、やることないし。ちょっとイベント進めるか。でこれはね俺を見てろ、これでねミートのコツが手に入ります。評価アップってちなみに誰の評価がアップするの？監督とかの評価がアップするのかな。微妙な体力量だね。寝ておこう。やっぱりね重要なのは行動力だからね。おお、なんもね、こここそなんもね。また教室行ってもな、悲しくなるだけだからな。自分の部屋に行って行動力を回復しよう。100まで持ってこう。これどうすればいいの、こいつ、こいつの扱いが全然わかんない。好感度12とかさ、すげえ上がってくんだよね。いちごちゃんが来たんで、まあいちごちゃんの評価も上げつつといったところですかね。まあ1年目はねそんなにいちごちゃん追わなくてもいいんだけど、まあやることなければ追ってくっていう、そんな感じですかね。相変わらずのダメ打線だな、全然点が取れないよね。一等の経験値だけが上がっていく。この場合はやっぱりガンダーだよね。極秘資料か。骨やっぱ買おっかな。これ腕力でも鍛えとく。ちょっと、まずここら辺の練習レベル系は売りましょう。で、骨。骨を先に買う。骨買おう。魅力も買う？そっか、シルバーカード持ってるからちょっと安くなってる。で、スケスケゴーグルはね、試合前に買っとけばいいんで、魅力も買っとこう。魅力はね、買わなくてもいいような気もするけど、あー、でもデイタ君とかの評価が関係してくんのか。ここは、監督ですね。で、これは近くで見る。これでミートコツですね。でもこの先はね正直いらないんだよね、あいつ。でここもやることないんで、金使っちゃったからね、遊園地バイトしましょう。で、まあこれは補償でいいかな。技術ポイントを稼ぎつつ、初美ちゃんがいるけどな、どうしようかな。パワードリンク2つか、1個使っちゃおう。少しでも早めにあげたい。で、この場合はガンダーだよね、やっぱり。アイテムくんねえかな。アイテムっていうか、極み、極みをくれ。なんか落ちてるなってさ。メンタル極秘資料か。なんでそんなもんが起こってんだ。また微妙なパーセンテージなんで、ここは寝ておきましょう。何にもない。どうする？遊園地か焼肉か。体力の上限をちょっと上げときたい。焼肉にしよう。まあ、ここら辺は勝手に進んでいきますと。いちごちゃんがいるね。でもはつみちゃんだな。はつみちゃんはまず最優先。1年目はほんと最優先。で、バッティングセンター。あ、商店街がある。先に商店街こなしとこう。どっちがいいかな。スポーツショップに行くか。で、ここはね、ミートかパワーかって言われたら、まあ、人によると思うんですけれども、俺はパワーを買ってます。で、はつみちゃんもイベントが進んでいきますと。まあ、イベント進むだけでもね。
マネージャーレベルとかが上がったりするんで、サンパーかやろう。よし、レベル8。こいつはもう適当でしょ。で、精神だけ見て誰もいない。チュンチュン。どうする、ちょっとバッティングセンター一回行っとく。少しイチゴちゃんの評価上げていこう。イチゴちゃんそこまで気にしなくてね、いいんだけどね、本当に1年目は。こういう時とかね、まあ、遊園地でもいい気がするけど、ちょっとバッティングセンター行こう。ちなみに福水ってどうやって金得とんの。多分追ってけばいいんだろうけど、最後にね手に入るみたいっすね。でここもまだ出れないはずなんで、監督評価どんくらい。66か。次あたりで、まあ、出たい気もするけど、まあ次で出れなくても大丈夫かな。2年生になってから出てもまあ大丈夫ではあるんで、こういうところでね試合勝ってくれると、初見ちゃんがなんか持ってきてくれたりするんだけど、まあ、こればっかりはね運になるんで。でこいつもね、どうする、一応食べに行くか。評価がボンボン上がっていくな。せめてクリスマス一緒に過ごせれば嬉しいけど、つみちゃんいるね。 6% か、怖いよな 6%。 いいや、パドリンク使おう。これも全て好感度のため。はつみちゃんになる可能性もあるんだよね。そもそもハンバーガーショップ、いいや、こなしていこう。でここでなんか告白みたいな感じになるんだけど、好きだにすると最終的に別れるんで、何とも思ってない。一応金徳はね、はすみちゃんを狙ってっていいと思うんだよね。狙っていけるんだったら。誰もいない、誰もいない、おとなしく寝よう。バッティングセンターいきますか。技術はねやっぱり結構使うんで。クリスマス、初めちゃんか。聖なる夜の丸々デート、これにしよう。なんだろうっていうのは、まあすっ飛ばしちゃってるんであれなんですけど、いちごちゃん、監督一回あげとく。動画ね進んでるね。やってらんねえわ。よくわかんないけど。で、ショッピングモールかバッティングセンターか、どうしよう。ちょっとちごちゃんはねやっぱり乾燥しておきたいんで、評価を上げておこう。ここがねあれなんだよね、こいつになると彼女が欲しいができないんで。はつみちゃん開けていこう。10、よし、行動力回復。でこっからいちごちゃんにシフトしていきますか。こいつもね本当にイベントの進みだけは毎回いいんだよね。いちごちゃん、誰もいない。ガンダ、お前なんで室内練習場の中に入り込んでるんだ、つまみ出されるぞ。でクラシステム開発にしてデイタ君の評価を上げていきましょう。ああそっか、あれか、いいやつとかもないときついのかな。ここは寝よう。でバッチングセンターに行きましょう。バッチングセンターに、こいつのイベントはよくわからん。辰巳ちゃんはまあ普通にやっていけばいいかなとは。仮想できない時もねあるんでね。で悩むね。ハンバーガーショップでねなんか取りたい気もするんだけど、商店街に人がいるとねそいつのイベントが発生しちゃうからね。
っとハンバーガーショップ、やっぱ犬は重要。さくれ、なんかいいのくれ。マモノちゃん人形とか、割と珍しいものをくれたな。でもマモノちゃん人形ってね、あんまり有益ではないんだよね、実際には。試合まであと5ターン。商店街が出てれば商店街をちょっとこなしていきたいんで、最優先でいきたいんですけど、まあいちごちゃん上げていきましょう。バレンタイン、あ、ここはね片身打ちの方をくれるんで、それは結構でかいっすよね。でいないんで、監督今いくつで一応進めていきましょう。 OK。で、これも練習をして、監督がいくつだ、ちょっと監督の評価を見てみましょう。91か、だいぶ乗ってんね。じゃあ、はつみちゃん、ちょっと一回回復の意味も込めてやって、まあ、遊園地かな。こいつはもうほんとわからんからいつも一緒。監督評価はね、やっぱ上がりやすくなってるみたいではあるんで。でね、能力アップなんですけど、俺はねやっぱりね EE 弾道さんの EE まで持ってかないと無理なのと、あとノーマルでやってますね。だこういうエキスパートとかで安定して打てるようになれば、さらに強い選手も作れると思います。あの裏ではね、もうちょっとエキスパートやり始めようかなと、まだ実際やってないんですけど、やり始めようかなと思ってます。ストレッチ、これは体力が上がるんで、体力が上がるっていうか最大値が上がるんで、いちごちゃん評価上げていこう。でこういう場合はどうしようかな。はつみちゃん一回ちょっと、犬もいるね、ハンバーガーショップに。ただはつみちゃんはね精神的支柱をくれるんで割と美味しい。精神的支柱をくれて、かつ最後に金徳をくれると。で能力アップ、ただ弾道は3にしておこう。ちょっともったいないけどしょうがない。で1回30にして、パワーも30にして、まあ、ミートは E に持っていけるけど、パワーが持っていけないか。まあ、ここもね、節約できると多分だいぶ違うんでしょうけど、俺はもうマジで E ないと無理なんで、ちょっともう E まで上げちゃってます。あ、スケスケゴーグルがない。しまった、買うの忘れていた。あと、スケスケゴーグルに頼ると。まあ、ホームラン打って、いやスケスケゴーグルないと本当不安だわ。これってホームランってさ、何打てば打つほどいいの？そりゃそうなんだけど、サクスペとかだと一応マックス点があるじゃないですか。であとエキスパートだとどれくらい変わるんだろう。それにもよるよね。エキスパートにして打てなくなっちゃったら、それは無意味だからね。だったらノーマルで打ってった方がいいみたいな。アイテムくれると。超ありがたいよ。ほんとありがたい。3つもくれるかんね。特にないんで、バッティングセンター。商店街が全然進まないね。筋力足んないでちょっと早にしよう。まあ、ここら辺はちょっと、バランスを取りつつ。よく見てみると、やる気が下がっちゃうんだけど、それはしょうがない。で、メンタル極秘練習がいっぱいあるんで、これを打って、スケスケゴーグルを買い足しましょう。あとは、別にいいよね。まあ、こちら辺は、後々買うとして。はつみちゃん、もうすげえ溜まってんな。でも、これはね、
ね、あれ骨は買ったんだよね。骨はもうすでに買ってある。ネオ。うおー、何もない。何もないね。本当に行くとこないね。ゲームセンターでなんかね、手に入るらしいんだけど、行ってみる？パズルゲーム。すげえ、すげえひでんだけど。やる気が下がってしまっている。あるまで使いがあったらね。あいつからもらった。なんか知んないけど。いちごちゃんだね。で、バッチングセンター。他には誰もいない。ちょっともう一回。コストに戻そう。で、次の試合までにパワーが E にできればいいんで。カノンちゃんはなあ、上げる必要もないしね。独身術。あ、今回継承選手はね、ピッチャー1人とこのキャッチャー1人、球界の頭脳持ちを入れてますね。どうしようかな、あれが減らされるんだよね、行動力が。一応やっとく、これ。でも評価が高くなるとね、金徳とかコツもくれるんで。おお、何もない。自分の兵庫ノリノリになる。で回復するしかないか。行動力はマックスだからね、ちょっともったいなかったけど、物質行ってイベントを進めていきましょう。イチゴは俺に必要だ、マジで必要だ。こいつがいないと本当に強い選手できないから。でこれ何がいいんだろう。お腹を満たす。何言ってた、粘り打ちか。コツもね、大してあれなんだよね。いちごちゃん、いちごちゃんもね、そこまでストーカーしなくても多分間に合うっちゃ間に合うんだよね。うわ、こういう時にほんと何もないの困るんだよな。自分の兵器か。カトさん評価下がるからね、これ。バランス感覚。で、試合が近いのでちょっと上げちゃいましょう。もうこれで一応固定にします。監督いちごちゃん、このなんていうの、このオノブ、オノブも買い物サポートスキルとかそういうのがあるからね。でこれもね、ポジション変えていくと金徳がもらえるらしいんだけど、よくわかんない。公園。ここはもちろん全力。全力疾走。女の子は常に全力疾走で追いかける。で、試合ですね。自分の打席を操作と。なりきりにするとさ、経験点変わんのかな？そこら辺が全然わかんないんだよね。やってないから。なりきりってやっぱり打ちにくいんだよね。これはいかないかな、人伸び足りないか。二塁まで走れる、初期値だけど、マジで足は遅い。カーブか、まあ、ピタッときたらやるけど、基本はやっぱりストレートだよね。打てないな、少し振り遅れた。あと低めの球だとね、どうしても飛びにくいよね。高めのストレートがやっぱり狙いやすい。全然ダメだ。そういうとゲー魔物ちゃん人形か。でもエラーだもんね。おねはね、重い球持ってるからね、ちょっと厄介なんだよね。このドロップはボールになるでしょう。ここら辺？もうちょい下？ホームランが1本も出なかった。おお、最後2点入れられてた。危ない。勝ってね、アイテムが欲しいんだよね、とにかく。
精神プラス、まあ、こういうのも地味に効いてくるんだろうね。いや本当ありがたいよこれ、マジでありがたい。うーん、ハンバーガーだね、これはハンバーガーでいきましょう。でこれもさ、なんか変わんの、買ってくるものによって。よし、買った極み、もう極みをね持ってきてくれるだけで全然違うんで。でデイタ君はちょっと評価を気にして今回やっていきましょう。一番上、データメソッド、データの評価でいいんだよね。安定重視で10上がりますと。関係ねえし、あのなんだっけ、魅力のお守りとか。でここは寝よう。うん、商店街に邪魔がいるな。あいつのイベント商店街で吐かないとダメか。スカウトさんさっき下がっちゃったかんね。一回精神やっとく。おお、そうだ、こいつがいると行動力下げられるんだよね。というわけで自分の部屋に行こう。これがねほとんどサボり癖つかなくなったんで、だいぶ良くなったよね。監督評価少し上げとく。一回オノブ君もいるし、商店街ちょっとこいつこなしていこう。とにかく食いまくる。なぜか怪我しにくさをもらえるけど、こいつはね進める意味がないからね。でこれは別にここは意味ないよね。わかりました。であとはコツの問題なんで、まあ、対エースかって言われたら初級からいこう。はい無理。対エースはねエースキラーをあいつがくれるんで、ここはちょっとモノブ君の上げつつ独身術がいるけど、独身術とか発動しないけどやる。これもね結構いいんだよね。悩んだ。お、武器アップが覚えた。そういえば初美ちゃん全然進んでないな。この商店街は本当に意味ないと思うんで、ちょ継承選手ちょっとあげとく。やることないから。ちょっと手を緩めてみる。いちごちゃんもちょっと進みが悪い気がするな。大丈夫か。本当にねこのパワーマップでどんだけ出てくるかなんだよね。もう焼肉でバイトするしかない。これたまになんかあれだよね、不眠症とかになるよね。いやほんと出てこねえな。じゃあ進める。やることないから進めよう。はつみちゃんのイベントが終わらない可能性があるからな。これちょっと初級、でここも選ばれるんで、スライダーかちょっと見送りたいね。まあボールだし、まあこういうのよこういうの。銭形はねやっぱ慣れてるっていうのがあるから打ちやすいキャラではある。足が遅いけどいけるか。いける、余裕だった自分ね。さてもう1本くらい打っておきたいね。流されたね。もう一回回ってくるかな。監督もさよくこんなやつ使おうと思うよね。いや練習は頑張ってるよ、練習は頑張ってるけど報われてない。能力は超弱いもん。センスがないからね、センスが。
2本は落ちたかったんだけどな。でもまあ祝福ボーナスみたいなのはなさそうだしね。あんのかな。ここら辺がいまいちわかんない。アルマクーツ、まあ、いざとなったら使うか。おお、と商店街ちょっと進めよう。まあドラッグストアでいいかな。パワリンかな。アクティブパワリン最初の方だったらいいんだけど、今はね割と余裕があるんで行動力は。てかさ、イチゴよイチゴ、マジでイチゴがいない。進んできた。あれ、これやんないとダメなのかな、このランダムイベント的なやつ。もうイチゴ最優先だね。これは何がいいの。帰ってゆっくり休む。回復とかもらえるんだ。面白そうだなと。で、あとはどうしようかな。ちょっと行動力が微妙な感じがするんで、スカウトさん評価もね少し気にしていかないと。あー、商店街ちょっと、これ商店街先にこなしたい。雑貨屋、これってシルバーカードとかマジいらんぞ。見返りチケット、どうなの。まあいいか、試合は結構あるからね。あとデータメソッドだよね。データメソッドはねストレッチをやってね評価を上げていくっていう。お、ウエストと金徳に近づく。こいつはね本当打ちやすい、一番打ちやすい。もうストレートしか投げてこないんで。さすがの須藤君、ポテンに打ってくれ。ディレイドアームがねやっぱりね不確定っていうところが。サックスペの話だけど、ちょっとね、あー、カットボール投げてくるんだ、珍しい。もう絶対ストレートしか投げてこないっていうイメージだったけど、全ストはね会えればっていうところはね。カーソルが、まあ、全力ストレートもなんか飛びやすくはなったみたいなんで、よくわかんないけど。これだけ打ってさ、どれだけ見返りが来るかよ。よくわかんない。デフォルトが10ってことはないだろう。アイテム組んなかったね。さあどうしようか。ここはスーパー銭湯行ってっていうのもありだけどな。一応独身術上げてく、なんかいいコツをくれるかもしんないし。マインドブレイカーはさすがにな。誰もいないね。誰かいれば精神やってもよかったんだけど、寝とこう。ここはちなみに監督評価足りてるか、これ。そのキャプテンになるために誰もいないしやろう。まあ、センス上げにもなるからね監督は。でここはまあ適当にそっとしておこう。流し打ちがもらえる。なんかイベントの進みが悪い気がするんだよな。初美ちゃんとかマジで出なくなったし、ほんとさたまにさいなくなるからね。なんなのこのいなくなるシステム。イベントがね全く進まなくなるんだよね。サクセスの動画にはしてないけど、1個前はね彼女3人完走したからね。あのカノンちゃんとハツミちゃんとイチゴちゃん、でも告白されるのは1人だからね。ハツミちゃんが告白してきたけど、だからカノンちゃん何にも金徳くんなかった、完走したくせに。
いちごちゃんはね途中で降格をくれるんで、あのバッティングセンターさえ完走すれば、でいちごちゃんだけだったら最後にも金徳の本をくれると。でやっぱりね一球入魂はすげえ確率低いみたいですね。割とやっぱランダム性があって、ランダム性がある中でも出やすい出にくいっていうのがねあって、よしここはハンバーガーショーで、こう初見ちゃんマジ消えたな、もうしょうがない、初見ちゃん切る方向でいくか。うん、評価はねすごいけどね、よしこれはもういちごちゃん声をかける。ここら辺の選択肢は間違えると切れちゃうみたいなんで、これどれがいいの、一番いいのしょこ、なるべく体力は減らしたくないんだよね。おのぶくんとかねコツ持ってればねやってもいいんだけど、もういちごちゃんここはちょっといちごちゃんマジで進める、いく、でいける、4万いくらいけるね、もうこれも総合練習一択なんで、こいつもね進めていかないといけないみたいなんだけど、2パーか、いちごちゃんなんかもう大丈夫な気もするんだよな、どうしようかな、独身術ちょっと評価上げてみる、行動力がいっぱいあるからね。なんか言ってた、独身術はなんて言ってた、補給が下手そんなことないだろうめちゃ強えぞ。牛丼屋に行って体力を回復しよう、もうこれしかない、打撃練習しかない、はい下がったこの下がるシステムもね、ネットで調べよう、この辺すげえ体力下げられるんだよね。いない。ガンダー、いや、ちょっとこいつを進めよう、じゃあ。レギュラーになれた。で、多分ストレッチを1回やると、評価が割と上がる気がする。体力も上がる、行動力は下がるけど、まあ、ミートは2だからね、カノンちゃん上げてく、じゃあちょっと意識して上げてこう、ハツミちゃんがまず消滅したんでこの世からガイア適当に、こいつの金徳と、お買い物上手スキルいいね、これもらいたかったんだよね、ハンバーガーショップ、いやこれも適当だけどやばい、行動力が50を切ってしまった、なんか持ってたっけ、アクティブパーリングあるね、アルマグッズ使っとく、いっぱいあるし、うん、いちごちゃん、矢部くんでも寝たい、どうしよう、ショッピングモレクか、こいつを進めてみよう、身を任せると割と回復するんだよね、でも集中しよう、よし、センスが5上がる、これ結構でかい、4万3000じゃ無理でしょ見ない、黒金、黒金はほんといい、銭形須藤の2人はマジで打ちやすい、フォークか、ちょっとフォークは高めか、まあいいや、これは入ってこないよね、さすがに、何今回は変化球が多いな、フォーク高めだったら狙う、これ狙わない、ここら辺、うわーダメだ割と落ちる、スライダーもね、まあ、狙い目ではあるんだよね、やっぱり
ストレート、しかも高め、うわちょっと早かったか、狙いすぎたね。フォーク高めだったら狙っていこう。ダメだった、上がりすぎてしまった。おお、魔物ちゃん、でも魔物ちゃん意味ないよね結局。エラーってだって何も自分のさ点にはならないから。ナックルか、ナックルもねカモではあるんだよね。あとはこの見返りチケットが全体的にどれだけ効果を発揮するのか。プラス何パーセントっていうやつだったら絶対エキスパートの方が伸び幅はあるからね。さっきと関連13だし、ありがとうございます。いない、いないから自分の部屋に行ってリフレッシュしとこう。ミート打ちデイタ君の評価をちょっと上げるというわけです。どういうわけここちょっとミート上げとこう。センスは43か。オノブ君はもういいような気がするんだよね。というわけでイチゴちゃんの評価をまた上げていきましょう。20周しよう。よくわかんないこれお店に入ろう。これもよくわかんない。カレーパン一緒に食おう。つみちゃんほんと消えたよな。マジでどこ行ったんだこいつ。マップに出てから、あ、いた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 。どうする、はつみちゃん進める。俺のデータ、中心選手になると。一応精神を見て寝よう。いないよね、いちごちゃん。あれ、またぞうさんってさ、いつから出てくるの。これも何がいいんだろう。相手してもらおう。体力が減らなかっただけいいかな。ラグナルク文庫、日野はね、もともと補給能力超低いんで。こいつのナックルがね、だから割と入ってくればかもれる。ムービングファーストはちょっと下めに行きたいけど、低めだったからな。スクリューか、なんか嫌な球ばっかり投げてくんな。ボールだね。ストレート、これを逃さず行こう。ボール球だったかな、わかんないヒットになっただけ、よしとしますか。河川敷みたいなところだと FF でもホームラン持っていけるんだけど、こういうね広いところだと E ないと持っていけないんだよね。 E でもちょっときついもん。スクリュー、どうする。ボール、ストレート、高めがいい、低めか、まあ、しょうがない。とりあえず得点、セカンドまで行く。三塁も蹴ったね。で割とあいつね早く降板するんで、鋼くん、まあ、やっぱスケスケだよね。スケスケないと本当無理だわ。全力ストレートはね本当着弾点がねずれるんで流されちゃうんだよね、反応が遅れて。でカーソルをね移動させないといけないんで、まあ、ピタッと来てくれればねそのまま振るだけだからいいんだけど。
13、それは変わらないな。まあイチゴだね。いろんな人がいたけど、まあウソでいいかな。で次かな、チェックができるから。これってさ、ちなみにさ、いつもほったらかしにしてんだけどさ、チャンス1段階上げとけばさ B になるのかな。あとここで絶対いいやつになるよね。矢部君の評価下がるけどそんな気にしない。いちごちゃんもあと勝手に評価が上がっていくと思うんで、練習ではいいよね。みんなの評価高めなんだよな。あとはコツを見つつ独身術とか上げていく。まだ総合練習ちょっと低めだからね、ちょっと独身術上げてってみよう。評価が100以上になると多分コツをくれるんだよね。でここはね、持ってるやつがいい。逆境、一応ね、直上げするんだよね、能力も。初見ちゃん進めるか。あ、初見ちゃん進めるんだったらまたぞ進める。いや、ちょっと初見ちゃんだな。こいつも金徳も取れるからな、勉強してからな。と、矢部君に聞く、へっすら。で、あとは、あとはもう無理はしない。データか。見通し。あ、いいやつになってるからあれか。まあ、これストレッチでいいでしょう。いちごちゃん。マインドブレイカーくんか。独身術、矢部くんのコツも取りつつ。敏捷プラス。へっすら。いらん。ここはね、こっちでいいや。3回くらいやれば大丈夫っしょ。もうあとデータ君ほっといていいかな。いく、進んだね。イベントが進んだね。粘り打ち、ちょっと待って、なんでやる気が減ってんの、よくわかんない。アルマグッズかーよ、使おう。いや、マジでやる気の減ってる理由がわかんない。あとスカウトさんかー、あげときたい気もするんだけどな。まあいいや。イッチゴがいないよ、イッチゴが。教室、監督に相談して意外性を取って、あとね、このメガヒットとか勝たないとダメらしい。ただ基本はもう自分で点を取れるようになってるんで、よっぽどのことがない限りは負けないんだよね。そんなにね、ピッチャーもめちゃくちゃ失点するわけじゃないんで。まあ、うちはね、マインドブレーカーくんが投げてるからね、そもそも。マインドブレーカーくんとキャッチャーの球界の頭脳持ちだから。上げてしまった。おお。魔物ちゃんいらないな、いらないな、売ろう後で。まあ後でいいや。でもああいうのでさ、例えば点になったらさ、自分の打点にはなんのかな。ああ、行くか行かないか、ギリギリ行った。なんとなくもう一回打っときたいな。カーブはちょっと見送ろう。シンカーか、やだな。入ってくるかな、入ってくんね。ストレート、これ外してきそう。そうだよね。少し振り遅れだけど、あ、行く、あ、行かなかったか。
と 0.1秒早ければ多分いったな。まあいいか。とはいえ2本打ててるんで。でデイタ君の評価も上がっていって、いちごちゃん、フォロースルー。これね、あんまりね、同じのやりすぎるとね余るんだよね。俺一回ずっとさ、フォロースルーやっててさ、筋力めっちゃ余ったもん筋力だけ2、300余ったかんね。一応これも進めていこう。ちょっとな、どれもな、あれっぽいな、中途半端に終わりそう。独身術、コツをくれるというのならもらおう。チャンス3もくれた。誰もいないから、またぞうくん。誰もいない時のまたぞうくん。これも寝ないと無理だよねいねえなー、いねえなー、いねえなー、いねえなー。ガンダーだな。もう一個極みが欲しいな。パワードップに切り替えよう。なんとなく丈夫なサポーターか悪くはないんだろうけど。5万いくら、はい、無理だ、金がね。クリスマス、うん全然イベント進んでないのにさ、クリスマスデートしだすからな、こいつら。よくわからん。これはまあ総合練習でいいでしょう。あーでも1月に入ったらちょっとあれも気にしようかな。スカウトさん評価進めていこう。これは何がいい。素振り、野球はやっぱり素振りが基本だよね。よくわかんない、やってないけど野球とかやったことないからよくわかんないけど、これ健康にすごく。おみくじ引いて、で初見ちゃんはもうほっといて大丈夫。監督とかもほっといて大丈夫なので、もう一回寝てもいいな、この体力だったら。マックスが今150あるからね。いやー、いちごちゃん出てこねえ。これちょっといちごちゃんの進みが悪い。こいつやっとく。行動力セーブみたいなのがあるからな。こんなイベント初めて見たんだけど、何これ。もう一回ストレッチやろう。で今デイタ君って評価いくつ。データ126か。どうなんだろうな。160乗ればもらえるらしいけど、これもコツくれるしね。ちょっと待って、アクティブパーリン使おう。デラックス使おう。独身術がなんか減らしてきそうだからな、行動力を。降格、ちょっと待って、降格法こいつくれんだよ、降格法。もう一回フォローするやって大丈夫だよね。まあでもこのくらいだったら大丈夫か。まだちょ進みがよくわからん。独身術、まあ、コツくれるわけじゃないかちょっと待って、ほんと降格法だったよね。チャンスは5になってる。いやーでも降格法4とかさ、でも190だよね。これもう直撮りするつもりないわ。継承選手なんかほんと作ろっかな。今あのサクスベでさ作ったやつを適当に置いてるだけだからさ、なんかすっげえいっぱいあのコツとか持ってるはずなの。ちょっとデータで見てみる。チームメイトか、独身術くん、まあ、こんな感じだからねだからこれを本当にコツを絞ってやれば欲しいコツがもらえるよね。というわけでどうしよう。基本的にはもう総合練習でいいんだよね。いやー、いちごちゃんがいないな。ショッピングモールって先へ進むんだっけ。進むね、サックス。いやすげえ、2人とも中途半端だな。みんな中途半端だな今。ガッチャって何。何、待って待って、わかんない。決まったのか。スカートさん評価上げときたい。継承選手でもやっぱコツいいね。
まさか降格法のコツをくれるとは。いや全然出てこないな、全然出てこない。これは岩盤浴で回復進んだね、かのんちゃん意外に進んでるイベントが。これちょっとストレッチにしとこう。今回はうお行動力がない。アクティブパワーリンデラックス、ちょっともったいないけど使っちゃおう。独身術がいるね、独身術でも削ってくるんだよね行動力を。ちょっと寝よう。やっぱね行動力が重要だからね本当にこのゲーム。はいいちごちゃん、ちょっとレベルスイングやろう。バレンタインこれ何くれんの。おお、ミート極みくれたマジか。そしてまたなくなってる。やっぱアクティブパワリにしとけばよかった、パワードリンクじゃなくて。なんだかんだで、ね、なくなってんな。それでマタゾウくん全然終えてないね結局俺マタゾウくん追わなくなるからね。スカウトさん評価を上げとく。よし練習相手何がいい。やっぱ 逆境かな。怪我しにくさとかもさ、でも出てくんの一般的にここら辺のばっかだからね。ローボールヒッター欲しいっちゃ欲しいよね。ローボールヒッター1ずつ上げてく。ローボールヒッターにしよう。低めの打撃、走力1肩1、いいね。全然上げてないけどね。カラオケ進めてこう。こいつマジで進めてく。ロックリア、ヘイヘイヘイそんな歌じゃないけどさ。カノンちゃん、コツは特に誰があるわけではないので無難に総合練習しとこう。そうか、マネージャースキル10になると何くれんだあいつ。病院進めようこれ断っていいんだよね別に全然。で子供は3人以上。てかさもう上がんねえし評価マックスやん。おお進んだね、謎の黒服。ポイントはまだ大丈夫、なんもないな。寝よう。やっぱね150くらいマックスが来るとだいぶ楽になる。金はなんだかんだで必要だからな。センスどうなんだろう、今のセンス具合。基本的には毎回間に合うんだよねセンス。独身術コツくれ、誰かコツ。スカウトさん評価、まあいいや。いやいちごちゃんいねえわ。どうする、監督とかもう行く必要ないしな。普段に自分の部屋で寝よう。いちごちゃん、いちごちゃんでいいや。てかまあ総合練習を してるだけなんだけどねいちごちゃんっていうより。これ何バーストリーよ、めんどくさいから。あーいない、いちごちゃんいない、落ち着いてって。 こいつ乾燥しそうだな、なんだかんだで。最初の方消えたとか死んだとかさ散々言ってたのにまだ2年生といえば2年生だからね。波動だ、もう波動大っ嫌い。キワの、ね、爆速ストレートがほんとやだ。しかもさパープロ2018だとさ能力が低い段階でさこの爆速をさ対処しなきゃいけないからさ、それが嫌なんだよね本当は。だから初球によってストライク、第2球変化球をね狙っていきたいんだけど。よしよしよし、いけ、 OK、 爆速狙っていく。いいだよ、だってパワー本当爆速重いよね。あと爆速のさエフェクトが変わったって書いてあるけど、どう変わったの？わからない。高速スライダー、これ狙い目だね。ちょっと流されちゃったけど、まあ騎馬に関してはヒットが出ればいいでしょう。3点入れられてるよ。
もう俺のホームランじゃ無理だからね。このタイミングで多分行かないよ。ほら行かない。ジャストだと思うのにね、今のタイミング。あとは独身術が打ってくれることを祈る。満塁。あ、勝った、やった。今日3打点を挙げています。カットボールか。7は投球これから2球目。失投だね。第3球を投げた。エゴを見逃さない。満塁ホームラン。なんだかんだで10点取ってんね。マップ、マップ、あ、そうだ、これあれだ。旅館って何があるの？ランニングマシンでもやっとく？け、なんでやる気がさがんの？部屋間違えたとか。こいつカスすぎんだろ。アルマグッズ使おう。調子はほんと重要だからね。てかビルドパワーにもあんじゃねえかよ。いちごちゃんから降格法が欲しい。降格法のコツはもらったけど取る気になれない。パワフル第2か。あ、ストレートだ。いやー、ボールだね。落下セーバーはねマジで打ちづらいからな。当たれば飛んでくんだろうけど。カーブも狙えるときに狙ってくる。本来カーブはあんまり打ちたくないんだけど、こいつに関しては落下セーバーがめっちゃ来るからね。チェンジアップも打ちづらい。さすがに2球連続でやられればタイミングは取れますよ。こいつ短期なんだ。なんかそんな感じはするよな。このチェンジアップ狙ってきたいね。早かったか。この落下セーバー狙っていこう。あ、無理だ。これ何、どういう、え、何やってんのこいつ。挙動不審すぎるんだけど。謎の挙動不審現象が起きたな。技術プラス。これはまだか。スーパーセント行こう。スーパーセント岩盤よく膨らんでいくか。そうか、まだ甲子園にいるんだ。なんか砂風呂とか入るとね、なんか極み系のアイテムか。げ、誰、帝王実業とか。いつもワールド高校なのに。この二遊間ほんと鉄壁だもんな。さあ、同点のチャンスを迎えました。犬川が投げてるんだ。投げた、完全に外れたボール。さあ次の投球決まった、ストライク。ちょっと狙っちゃったけど。第3球を投げた。やった、痛烈な当たり。大丈夫っしょ。けい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 け。まあホームランには届かないけど。まずは同点。バックホーム、間に合うか。間に合う。送球がめっちゃ逸れてる。よく走ったな、あいつ。誰か知んねえけど。高速シュート、これもちょっと狙っていこうかな。あ、でも外してきたね。ストレート、これも外してくるか。これだ、これだ。お、クオン君、クオン君はスライダーが結構あるね。球軽いんだ。走れ。もう一本ホームラン打ちてえな。もう一回回ってこないか。結構ギリギリだったな。13、結局変わんないな。ここら辺はあんま経験点変わんないんだね。いや、俺が打ててないだけかもしんないけど。ゲー、行くとこがない。
こ行くとこないかな、自分のヘゴ。もうあのオノブくんとかはいいと思うんだよね。これ何、あアイドルの話か。サキスさんのお話ね、とうとう3年生になってしまった。これ何がいいの、追いかけよう。いちごちゃんだよ、やっぱりいちごちゃん。降格法は欲しいのよ本当に。矢部くんのコツとかはいいんだよな、別にそんなに余裕があるわけじゃない。得のを取っていく、重いからねやっぱりどうしても。うわー誰もいねえ、こんなんある。実際あるんだけどさ。アイドル頑張れよ、まあ、これはこれで大丈夫。いちごちゃんあげとこう。いちごちゃんかまってないからだよきっと。初級、初級いいね。あ能力は直上げしなかった、いいねー、いいねー。もう体力回復するしかない。ここら辺でさいてくれないと。あこれ乾燥したな、追いかけると。とりあえず初美ちゃん完走してくれたから、まあ、それは良しとするか。最初の方めっちゃディスってたけど。でデイタくん142じゃん、まだこっから上がる要素あったっけ。忘れちゃった。あオノブくんコツある、こいつのコツはね結構いいんだよね。ハイボールヒッターかい、俺ローボールヒッター求めてんだけど今。またぞとかもう無理でしょう。あとも犬だな、犬かな。アイテムを持ってこう。うん極秘資料か。いやもう5月だ、いちごちゃんがマジ進まないな。センスも少ないよ。だからでね出てきてくれれば、まあ、いいんだけどさ。居抜きのチェンジアップ、とりあえずヒットにしとく。得点1、チェンジアップ多いね。チェンジアップまたか、懲りないね、持ってかれてんのに。全く同じパターンなんだけど。桜の宮お前大丈夫か、本当にリード。結局変えられたよ。あれ犬木のせいじゃないよ、桜の宮のせいだよ。リードが悪すぎる。余裕だね。いやセンスが気になる。こんだけ言ってこれしか手に入らないの、見返りチケットってこれだけしか手に入らないんだ。行動力セーブを覚えましたよ、これがね結構ありがたいんだよね。アイテムももちろんありがたい。いちごフォロースルー。次はちょっとミート上げてく。海鮮料理今どこまで進んでんだ。 あと何回わからない。チュンチューン、ここでチュンチュン出たのでかいな。そして誰もいないな、どうしようかな。数パーセントいくか、岩盤浴。行動力は完全に回復する。止める。こいつさ乾燥してもさくんないからね。もうって感じだよな。スカウトさん、スカウトさんちょっとあげよう。もう2、3回練習しとこう。ちょっと怖い。いちご、いちご。レベルスイング。パパの話が出て結構長いんだよね。でもう6月に入るか。これはまあいつものやつでいいでしょ、定期的なイベントなんで。あセンスアップここで覚えたか。コツがなければ総合練習をしよう。ポイント大丈夫、
よし、練習。初級だな。いいね。いない。いないよ。スーパー戦闘。岩盤浴。うむ、来たね。で、6月入ってしまった。矢部のコツはいらない。パワードリンクはまだ残ってんだよね、結構。これ、あ、全然違ったわ。また練習かって思ったけど。自分の部屋行こう。いちごち、おお、プール行こう。泳ぐ。体力減らされた。精神が若干溢れそうな感じだけど、いちごちゃんのね、乾燥率ね、やっぱりね、 40% くらいかな今のところ。余計なイベントをやっちゃってる可能性もあるんだけど、そんなによろしくないんだよね。スカウトさん、ここまで来てれば大丈夫かな。一回寝よう。大事を取って。タックがね、それほど重要じゃないんで、いちごちゃんやろう。これで乾燥にはならないか、まだ。どっちがいい？レベルスティング、センス6上がるね。で、今何の話？いや、わかんない。もう一回くらい来てほしいんだけどな。評価はマックスだからね。っていうかさ、監督追えないんだけど、このやり方だと。よし、練習相手になろう。ちょっと初級、これ結構高いからね。遠くのバッティングセンター、いちごちゃん頼む。どこか行こう。よし、アイテムゲット。合格4、選手10。これはでかい。いやー、最後の最後に完走できたな。ただセンス85。もうちょっと我慢する。7月中は我慢するか。まあ今までそれで打ってきたからね。ミートだけちょいちょい上げとく。パワーも D にしとく。いや、ちょっと待って、もったいない。やっぱりパワーは E でいこう。まあ、オール A にするだけだったら、もうすげえいやらしい話だけど、金徳の本売ればいいからね。うわ、ちょっと話してたら、あのストレートはめっちゃ狙い目だったんだけどな。で、結局ガンダーからもらえたのは1個だけか。極み、極みは1個だけど、普通ちゃんからも1個もらったかな。やばい、ホームランが出ない。やはりパワーを上げておくべきだったか。須藤のうちに打ち崩す。いや、ダメだ、遅れてる。二塁打ばっかりだ。せめて点につなげたい。3塁ぐらい走っちゃった。止まんなかった。そりゃアウトだよ。こいつバカじゃねえのって思われんな。いや、現実的な話ね。いや、行かない。なぜだ。パワーが D ないからか。いや、まあ負けることはないよね。なんかサクスピと違ってさ、なんかむげめっちゃ炎上することないよねって言おうとしたら4点か。いや、マジでホームラン出ないわ。いつもはね、ここでセンスが割と溜まってるから、能力をね、 C くらいまで持ってくんだよね。ミートとパワー、あのアイテム買って。まあいいか、見返りチケットあるし。どのくらい反映されてんのかわかんないけど、それで底上げになってくれればよし。矢部のキューピットスキルとかほんといらないな。
で、あとどうしよっか、じゃあ河川敷行こう。くれくれ極秘資料。センスを上げたいんですよ俺は。ショップ行ってじゃあ買えるのは買っちゃおうか。ここら辺はちょっとミートとパワーはさすがに欲しいよね。一気に金がなくなった。いやまだ売るのがあるんだけどさ。ただ最終的に、いや使っちゃおう。ちょっと C までやっぱり持ってこう。センス85か。見返りチケットがある分ここセンスがうまく上がってないな。センスちょっとでも上げとく。任せる。センス5、 OK。 死んでしまいそうだから寝とこう。またぞうくんがいればいない。遊園地センスをちょっとでも上げる。センス5。今いくつ？今95とかになった。5ずつ上がったからね。誰？え、誰？あ、そこいつか。文鳥にリベンジ。データの評価8。いや、これ足りてなくね？評価150。ゲー、ずっとストレッチやっとけばよかったかな。まあいいか。それが分かっただけでもよしとしよう。で、試合に勝つと。試合に勝って評価上がんないかな。わからちゃん任せろ。選択肢見とけばよかったね。で、これでね、精神的支柱がつくんで、金徳1個ゲットですね。で、あと告白の時にももらえるんで。で、若菜ちゃんっていうか、はつみちゃんが来ると、もちろん、あの子は来ないんで、いちごちゃんは来ないんで、ただいちごちゃんはもうすでに降格表をもらってあるんで、別にいいかなっていうところ、そうか、パワー C まで持ってった甲斐があったな。あの振りでも行くかって、早っ。もうピッチャー交代。今日3打点を挙げています。投げました。打った、これは強烈。いった。最後のね、この一連の試合はもう能力を上げていけるんで、だいぶ楽だよね。さすがに CC あればだいぶ持っていけるんで、まあ、カーブはただちょっと1回見送る。ゲー、またカーブか。追い込まれるとちょっと怖いからな。振っとく。いや、振っとかない。ゲー、またカーブか。これはでもボール。よし、粘った甲斐があった。ストレート。ただまあ、よし、粘った甲斐あったね。打ち損じもなし。カーブか。4カーブ。今日5打点を挙げています。どうする、入れてきそうだね。サークルチェンジ。1球目ストライクからピタッと合えばやってもいいかな。無理だ。抜けた。ちょっと欲張った。ナイスバッティングです。 OK。 あれ、これであとデータの評価が10上がってくれれば。いいやつって最初の方に取っとくの重要だね、やっぱり。あの、いいやつマラソンする人もいるみたいですからね。これゆっくり考えてもらおう。どうだ ?8! 8ですかい。あー、また続いる。やろう。任せよう。センス5。総合上げて、でセンサー100になった。うお、ここまで粘っとけばよかったな。まあいいか。で、一旦ちょっとパワードリンクガブ飲みしよう。パワードリンクガブ飲みして、コツ、あー、おのぶくんコツ。ハイボールヒッター遅れる可能性があるけど、はい、ヘッスラ。ちょっとでも経験点を稼ぐと。
数パーセントにしておくか。でちょっとショップに行って、まず売れるものは全部売る、まあ、全部っていうかその極秘資料系ね。ポイントが溢れちゃうともったいないんで、で極みはまず買っとこう。で肩の極みをねもらえたのがでかいよね。6900円か。ドッグフードとかもいらないからね。ここら辺ちょっと売って、魅力の守りも一緒、恋愛の守り、魅力の守りってなんだっけ、あチームメイトか。これにちょっと取っとく。守ちゃん人形1万円で売れるんだ。やったぜ。で補給の極みをちょっと買いますと。これでちょっと待ってね、揃えられるもんちょっと揃えていきたいかな。あと普通の成長系か、まあ、補給は捨てるとして、いやこれを買ってからあげたいんだよねやっぱり。でここからねちょっとねその相談になるんでちょっとぐだるかもしれないんだけど、降格砲ちょっと使おう。片目打ちもまあもらっとこう。マジ相談になるんで、いやー癒しタオルいいや、売ろう。サポーターも売ろう。でこれも売ろう。でマモンちゃんも売ろう。でこれでなんか1個買えるね。買えねえ。もう1回お金手に入んなかったっけ。貧瘡、いやちょっとじゃあもったいないけど30には合わせとこう。ちょっと溢れるのが怖い。補給はね1あるし、よしこれでちょっと1回。いやなんかガンダーがね2つくらいくれるとねすげえ楽になるんだよね金的に。で1個もくれないと超きつい。で今回は勝った極みをくれたんで、それでもね極みが割と楽に揃ったんで、ガンダーがね1個もくれないとねちょっと極みがここで揃わないんだよね。そもそも金不足で。ここら辺は大丈夫です。リードで迎える6回です。今日3打点を挙げています。第2球投げた。ギャーしまった。一塁送球。アウト。スリーアウトチェンジ。引っ掛けてしまった。全然ヒット打たれてないな。9回です。今日3打点を挙げています。投げました。おお、なぜだ。失投が多いぞ。第3球は。きた。あとねパワープロ2018系はドラフト1位になるとね経験点150とかもらえるんで、まあ、それもでかいよね。九条とか別にいんないよ。うちにはマインドブレーカーというねスーパーピッチャーがいるから。でまあ少しでもちょっと経験点を稼いでおきましょう。これ矢部くんさ追っかけるとどうなんの。練習まあ総合でいいでしょう。一応旅館行っとく。これ一応やってるで近況聞いて、まあ、不眠症とかになるんだけどもう全然気にしない。もうここまで来て不眠症とかどうでもいいからね。あできた、やった、評価が上がった。で評価が上がって一応166まで突破したんで、えこれでねくれるらしいんですよ金徳を。で一番下にしたのは恐怖の満塁男だったかな。で一番上がバズーカで、真ん中が球界の頭脳で、一番下が恐怖の満塁男という感じでした。あーでそうするとでもいつもねキャッチャーの人とか売ってたからね。キャッチャーの人が5万円で売れっかんね。そこでねだいぶいい金儲けにはなったんだけど、さすがに金徳の書は売れないからな。売れないっていうか別に売れるんだけどもったいないからね。
だキャッチャーの外か打ってなんかオールエーとかにしてたからね。第9打ちました、痛烈、いった、入った入った、ホームラン。なんか知んないけどカーブがうまく捉えられてる。サークルチェンジ変わってる。今日5打点を挙げています。サークルチェンジはボール、ストレート、これを狙ってこう。投げました、ちょっと遅れた、ちょっと遅れたけど広角砲の力でいったね。だいぶね振り遅れた感があったのよ今。またピッチャー変わってるよ。ドロップどう打てない、普段ドロップなんて打たないからな。強化アップスキルプラスとか、もう最後最後しか効果がないけど、もうこれもいいよね。なんかね甲子園わかんない俺、どこ行けばいいのか。練習しよう、ひたすら練習する。でちょっと待ってね、溢れそうなの、敏捷がちょっと溢れそうだね。25,000円、見返りチケットとスケスケはもうさすがにここじゃ売れないからな。まだただ買えるか、450円、あれどっかで金もらった、まあわかんねえや、いいわ。でこれで敏捷がとりあえず揃ったんで、ちょっと溢れそうな敏捷をさばきましょう。どこら辺までいける、 C くらいまでしとく。よし、で本当に、いやこれもさよくわかんないんだよね。一応なんかみんなのチームメイトにやる気が上がったみたいなこと書いてあるけどさ、きっとくれればいいんだよね最後あそこで。いや一応完走はしたよね。ここで応援してくれるってことは、クンズはななるべくストレートを狙っていきたい。6番バッターが打席に入ります。さあここで決めて有利に来たか、どうだ、いったね。あとは本当になんだっけ、エキスパで打てるかどうかと、あとエキスパで本当どれくらい経験点が変わるか。プレットシュートはね本当に打ちづらい、なんていうの、キレが半端ない。うわー人伸び足りないか。え、一塁に戻ってまた二塁に行くの。6番バッターが打席に入ります。さあ初球、おお切って、何の恨みがあるんだ俺に。しかも変わってしまった。変わっちゃうとねあんまりストレート投げてくんないからな。あストレート投げてくれた。よーし、OK、まあ、割と安定ですね。マタゾウさんとかも、マタゾウさんじゃねえし名前なんて書いてた、ふたみマタゾウさんだと思ってたずっと。でこれで行ってでね、上だとね、まあ好きだと、いや実際好きなんだけど、好きだとエースキラーで、何とも思ってないだとね魔術師がもらえるはずで、俺今回セカンドで来てるはずなんで、ちょっと魔術師が欲しい。何とも思ってない、何とも思ってないよ素直じゃないですねってお願いします。これ何、全国優勝しないとダメなの、なんか流れ的に。なるほど、まあ、これアルバムでね後で見返せるんで、イベントは。魔術師よし、まあ、打撃系はねエースキラーの方がいいと思うんですけど、で、まあ、球団、まあ、選ぶ
マリンズにしよう、せっかくだから。いつもマリンズ、いつも選んでないんだよ、めんどくさいから。 OK、 トライ1、よし。でここくれる、デイタ君くれるか、金徳。お土産に本をもらった。おお、恐怖の満塁男もらったね。よし、ここでお前一応ポイントもらえると。でこっからよ、こっから。もう全然なんか能力しょぼいじゃんとか思うんだけど、こっからよ本当に。このゲームは。でいつもキャッチャーね売ってたんだけどね、キャッチャー売って5万円になってて、でねアイテム買ってたんですよ、この補助系2つくらい買えるんで。でそれで、ね、能力上げてったんだけど、今回はね初金徳をちょっとデイタ君から取ったんで、まあ、これやっぱ使おう、恐怖の満塁男、金徳なんで。で魔術師も使おうってことは、ってことはよ、もうスケスケゴーグルと見返りチケットしか売れないわけで、本当はキャッチャーだったらこの2つを変えたのよ、肩成長グラブと守備成長グラブ。それがどう響いてくるかだよね。まあ、もちろんまだ本が残ってるんで、上げられるものをまず上げていこう。まあ、ミートを B にする。で、パワーも B にする。で、総力も B にすると。で、あとここら辺がどうなる？一旦 C で止めとこう。これも一旦 C まで持ってこう。で、補給も。まあ、補給はね、多分大丈夫だと思うんだよね。いや、A まで上げちゃおう。で、さあ行くよ。ミート上げるでしょ、でパワー上げるでしょ、で総力もいけるね。でそうすると敏捷が今のところ足りてないのか。でアイテムはここで使い切ろう。いや筋力余るな。だこの途中経過が難しいんだよね本当に。ただ今回筋力少しね少なめにね、いつもと比べて少なめにはねやった。だから技術がね割とある。で精神は1個しかない。でまあまあまあ、今あるアイテムがまだ売れるから。で総力は持ってったと、総力は持ってったんで、肩とりあえず B にしておこう。でそうするとよ、そうするとスパイクはもういらないので、これ敏捷に変えよう。たっけえな、ゴールドカードあった時1万円台で買えたんだよな。あってシルバーカードってちなみに売れないんだ、ないもんね、ないから売れない。39か、でももう一個だな。でミートとパワーも売るか、じゃあミートとパワーも売ろう。もうこれあげない、ミートとパワー A になったから。補給ももうあげなくていいか。で本当だったらな、初級とか結構敏捷不足になってるね。いや能力やるんだったらやっぱりあれだったね。いやもったいないよね、だってせっかくさここまで上げたのにさ、初級とかだって結構高いんだよね。ただ敏捷使わないね、取ろう。ヘッスラなんているかっていう。ハイボールヒッター、ローボールヒッター結局1にしかなんなかった。まあ、金徳4つか、でもチャンス1回あげたいよね、あげよう、せっかくだから。で敏捷どこまで持ってける、もういいや買っちゃおう。敏捷強化買って、もう1個買える。で32、32、80必要か、精神が足りないから勝ったかな。そうすると、でそうするとよ、
守備を打ってで敏捷を買って普通の12ポイントで肩を A にしよう。技術が余ってるね。じゃあ特能かな。もう敏捷が不足してたね。まあ、ここら辺の調整は難しいっちゃ難しいんだけどね。で敏捷足んないし精神足んないからチャンスはもう無理だ。せっかく5まで行ったけど怪我しにくさとか、どうせだったら粘り打ちとか取りたいんだけどな。敏捷か、また敏捷か。もうこれは売る。で敏捷のこれは取れないからこれ2つ買えるな。今のところも2つ買っちゃおう。よし OK、 これで振る。あ、早急、あでもなショートだったらな早急とか上げてもいいんだけど、ショート、あ流し打ち、流し打ちがいい。悪球打ちはちょっと俺いらないんだよね。俺的にヘッスラせっかくやっとっとく。ヘッスラとかさ すげえ上がるんだけど。あそうでもないか2つ合わせてか。まあやっぱり得も高いからね。まあ、こんなもんか。あとちょいちょいちょいとミート上げて終わりっていう感じですね。いやまあ能力的には悪くないんじゃないですか。まあ、金徳4つ初だな。金徳4つ取れたので、まあほぼオール A、 ほぼオール A っていうか、まあ、特能の金徳を1個外せばオール A には届く。まあだいたい3つプラスオール A くらいかな。まああとイベントが何気になんだっけ、初美ちゃんがね最初もうダメかなって思ったけどうまくいったのと、いちごちゃんもギリギリ間に合ったんで、でカノンちゃんもね間に合ってはいるんだけど、正直あの子金徳くんないんで告白してくんないと、そこが微妙だよね。だそこをもう少し切ったりしてうまく調整すればもうワンランク上と、エキスパでやれば、まあ、どれくらい経験点変わるのか分かんないけど、まあでも見返りチケットあったのか今回、まあ、いろんな要素があるんだけど、まあね運もねやっぱりあのマップのね運が結構響いてくるので、まあただオール B 以上はね硬いんで、まあまず初美ちゃんをマネージャーにすると、でいちごちゃんを、2年目くらいから追っかけていくということを、まあ堅実に守って、あとは誰を追っていくかは、まあ、ちょっといろいろ試行錯誤してみれば、まあ、オール A プラス金徳3つ4つくらいは、五稜郭であれば作れるので、まあ、ぜひ試してみてください。というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。